ジム・トーミジェームズ・ハワード・トーミジェームズ・ホワード・トーミー、1970年8月27日隊は、アメリカ合衆国入りの一周ピオリア出身の元プロ、野球選手、指名打者、一塁種、三塁種、右投げ左打。MLB 歴代8位となる、通算612本塁打を記録する。2018年、アメリカ野球殿堂入りを果たした。の、 MLB ドラフトでクリーブランドインディアンスから13巡目、全体333位に指名されプロ入り。9月4日のツインズ戦でメジャーデビューに初の2桁本塁打20本を打って以来までインディアンスの中心打者として活躍。2は自己最高となる打率。314、25本塁打を放ち、これはアメリカンリーグの3塁手で ゲリーガイエティの35本塁打に次ぐ2位だった。チームは1954年以来51年ぶりにワールドシリーズへ進出し、計10試合のポストシーズン、トーミは打率は213だったが8本塁打、10打点を記録した。2は38本塁打、116打点、122得点123支をマークし、 のアルローゼン以来球団史上二人目となる30本塁打、100打点、100得点100死球を達成。は、トレードでマット・ウィリアムズが加入したため三塁手から一塁手へコンバートされた。シーズン本塁打40本塁打を記録し、5月14日のレンジャーズ戦で通算100本塁打を達成。7月8日に行われたオールスターゲームに、 初めて選出された。2 4九本塁打を記録し、ハルトラスキーの持つ左打者としてのシーズン本塁打球団記録を更新し、アルバートベルの通算本塁打の球団記録を更新、またマービン・ミラー賞を受賞している。自己最多、1九9五年のアルバートベルが記録した球団記録の五十本塁打を更新する52本塁打を記録し、 6月25日から7月3日にかけてメジャー記録にあと1試合に迫る7試合連続本塁打を記録した。シーズン終了後の10月22日にロベルト・クレメンテ賞を受賞。インディアンスは5年6000万ドル前後の規模で契約延長を打診したが拒否し、10月28日にフリーエージェントとなった。2002年12月6日に6年総額8。 500万ドルでフィラデルフィアフィリーズへ移籍。補強の最大の目玉として迎えたは、マイク・シュミットの球団記録の48本に、あと1本に迫る47本塁打を放ち、自身初の本塁打王のタイトルを獲得し、打点は自己最多の131を記録した。チームはシーズン終盤ワイルドカード争いを繰り広げ、ト美ミーは9月になリーグ月間 MVP を受賞。 プレーオフ進出はならなかったが、監督のラリー・ボーアはトーミーを絶賛した。は、オールスターまでに28本塁打、61打点を記録し、5年ぶりにオールスター選出を果たした。42本塁打を記録し、通算400本塁打を達成した。は、右肘の故障のため59試合出場、打率、207.7本塁打に終わり、6月30日の 出場を最後にシーズンを終え、8月には右ひーチの手術をした。トーミの後釜に入ったライアン・ハワードが新人王を受賞する活躍で対等。2005年11月25日にトーミと球団には4年4600万ドルの契約が残っていたが、フィリーズはホワイトソックスに200万ドルを支払い、アーロン・ド・ワンドラとのトレードでシカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。 から一塁手一には、ポール・コネルコがいるため、トーミは、指名打者として起用された。同年のオールスターゲーム以降は、手首の故障とハムストリングの痛みに悩まされたが、打率。288.42本塁打、109打点と、復活を果たし、カムバック賞を受賞した。9月16日にサヨナラ本塁打で、メジャーリーグ史上23人目の500本塁打を、達成。 6年契約には2007年に600打席以上、または2007年2008年の打席数が1100以上ならばのオプションが自動的に行使される条項がある。当日の2007年の打席数は536で、オプション行使はならなかったが、9月21日に2007年からの打席数が1100を上回ったため、オプションが行使され、2009年は年俸1。 300万ドルでプレイすることが決まった。9月30日に行われたミネソタツインズとのワンゲームプレイオフで7回戦投打者のトーミはニック・ブラックバーンからソロ本塁打落打ち、試合の得点はこの本塁打の1点のみでホワイトソックスが勝利し3年ぶりの地区優勝となった。8月31日にジャスティン・フラーとの交換トレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。 1>, 1月にミネソタツインズと年俸150万ドル、約1億3000万円で移籍。この契約は近年の東美の成績を考えても破格の安さだが、打席数に応じて最大750万ドルの出来高払いがあるという。このシーズンは休養を挟みながら108試合の出場にとどまったが、わずか276打数で25本塁打を記録する活躍で、 チームの地区優勝に貢献した。1月には引き続きツインズと年俸300万ドルで1年契約。前年同様打席に応じたボーナスがある。8月15日のデトロイトタイガース戦で史上8人目の通算600本塁打を達成。2011年8月25日に1対1、後日に選手、または金銭の交換トレードで インディアンスに移籍し9年ぶりに復帰。合流初戦では、チームメイト全員が、トーミのトレードマークであるストッキングを上げ、オールドスタイルでプレーした。その試合後、復帰記念の花火大会を行った。2、フィリーズに7年ぶりに復帰。6月23日に、代打で出場して、試合に終止符を打つ、本塁打を放ち、これが、 MLB 記録の通算13本目のサヨナラ本塁打となった。このサヨナラ本塁打の記録はギネス世界記録に認定されている。2012年6月30日にボルチモアオリオールズへ移籍。オフに f a に、にフルサホワイトソックスの GM 補佐に就任した。1月25日資格取得1年目でアメリカ野球伝導入りを果たす。また、 電動入りを記念し、フルスインディアンスは、東美の在籍時の背番号25を永久欠番に指定、2018年8月18日に欠番表彰式が行われた。打撃では、昔ながらのクラシックなパワーヒッターとしての球の捉え方を持ち味とする。打席から一塁到達までのスピードは4.7秒と平均を大きく下回るが、 強靭な脚力を活かしてバランスを保ち、バリー・ボンズやジェイソン・ジアンビと比べてテクニックよりも純粋なパワーをもってして極端なアッパースイングから打球を飛ばし、インパクトの瞬間は独特の音を発する。ジェイコブス・フィールドで511フィート、約156メートルの飛距離を記録したこともある。パワーは40歳を超えて、なお健在で、2010年には本類なのでにくい。 ターゲットフィールドを本拠地としながら25本中15本類打をホームで放ちメジャー屈指の飛距離を維持している野球連動入りを果たした2018年1月の時点で通算の本類だ及び支球の両方で歴代で10位以内に入る選手はベイブ・ルース、ボンズ、そしてトーミの3人のみである薬物疑惑とも無縁、そのような疑惑に 名前が上がったことがないであるため、現役時代から将来の殿堂入りが確実視されている数少ない選手の一人であった。2013年1月5日には CBS スポーツ電子版が現役選手で殿堂入りが確実な5人を特集し、デレクジーター、イチロー、アルバート・プホルス、マリアノ・リベラの4人と共に、ト美ミの名前が上がられた。 そして2018年1月25日、電動入りを実際に資格取得1年目で叶えた。2018年にアメリカ野球電動入りを果たした際には、インディアンス時代のマニエル監督がいなかったら、自分はここにいなかった、多くの三振を期したけど、出塁率への高い意識はあったと述べている。人柄が良いことで知られ、ニューデでの強打者で、 しかも最高のチームメイトは誰かというアンケートでは最も頭身が支持された。また、現役時代のうち13シーズンを過ごしたインディアンスの本拠地であるプログレッシブフィールドには打席でテイクバックに入る前に投手に向けてバットを突き出す仕草をする姿の塔の銅像が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。